こんにちは、ドリケンです。ですね、今日ちょっとこれの、開封紹介をいきなりしていきたいと思います。ネズミさん、カメラマン、ありがとうございます。ちょっとこれアダムズポリッシュグラフィンセラミックコートキットっていう、これを、買ってみたんですけど、まあ、これ洗車グッズというか車グッズなんですけど、僕のスープラ、トヨタで購入した時にセラミックコーティングっていう、一応ペイントしてる部分はセラミックコーティングを全部塗装してもらって、しかもなんか新車の時にやるとなんか10年保証のなんかシラジェットっていうメーカーのセラミックコーティングがトヨタのなんかあそこのトヨタのおすすめで、それを適用してるんで、一応塗ってるところ、ペイントしてるところはまあセラミックコーティング済みなんですけど、その後ディーラーの人に聞いたら、ホイールとかガラスのフロントガラスとかリアガラスとかガラスの部分とかは、セラミックコートの対象になってなくて、でゼンジさんからもホイールはやっぱり簡易的でもいいので自分でもいいからセラミックコーティングしておくと、結構やっぱ洗車の時にブレーキダストとかブレーキパッドのダストとかってやっぱりどうしてもこびりついちゃうんで、なんかスプレー式で本当に簡易的でもいいからセラミックコートっていうかホイールコーティングした方がいいよっていうアドバイスをもらった時に、このアダムズグラファインセラミックコーティングキットが、これがなんかすごい評判が良くてレビュー高くてアマゾンレコメンドになってたんで、買ってみました。ただこれなんか日本でも実は売ってて、日本にもなんか代理店があって、日本のサイトでも同じ商品が置いてあったんで、なんかその日本語で書いてある記事の方を買った後に見てみたら、結構今回のこれは自分で塗装するなみたいな、プロの人にちゃんと頼んでくださいみたいに書いてあって、何種類かその、強度の違うセラミックコーティングの、まあ、強度の違う製品があるんですけど、今回のこれに入ってるボトルタイプのセラミックコーティングは基本、業者推奨らしくて、返品しようかなとも考えたんですけど、これなんか返品対象になってないグッズだったとかもあって、まあ100ドルぐらいして、なんか日本だとなんか3万円ぐらいで、なんか3倍2倍か3倍ぐらい高い値段で売られてたんですけど、アメリカだとまあこれいろいろセットになってまあ1万円のセットみたいな感じになってるんで、まあちょっとせっかくなんでこれを、スープラのホイールに適用したいんですが、今日はちょっとこれの中身紹介プラスちょっと実験を、とりあえずまず練習がてら、実験をしてみようと思ったので、その紹介動画になります。まず1個目入ってるのがこれですね。ちょっと後で説明します。ライトと、あとアダムスポリッシュシングルソフトフラッシュタオルって書いてますけど、拭き取り系のタオルが2個ぐらい拭き取るタオルが入ってて、あとなんか薄手の、特に書いてないですけど、これもまあ、拭き取る用ですね。多分仕上げ用だと思うんですけど、仕上げ用のやつが入ってて、あと、コーティングを、塗り込む時のスポンジみたいなやつ。実際この3つのボトルが、メインの商品みたいな感じになってて、これがセラミックコーティングで、これがコーティングする前に、表面を、下地を作るというか、綺麗にするやつで、で最後のこれはメンテナンス用ですね。セラミックコーティングした後の表面を普段はこれでまあ拭き取っておくと、コーティングの効果が長持ちするみたいな、そういう、まあ、もう本当このセットがあれば基本いいですよみたいなパッケージになってます。日本のページを見る限りだとこれを使うのに結構プロの人に頼んでくださいみたいな、スプレータイプのちょっと効果の弱いやつが別途あるんですけど、そっちはまあ自分でやってもいいんですけど、このボトルタイプのやつは業者に頼んだ方がいいですよとか、業者でやってくださいって書いてあって、ちょっとビビってるっていう、そういう感じですね。で、あとは、まあ、説明書と、なんか一応手袋も入ってますね。あと、このボトルは、まあ、これを入れて、この、全然この、長さ合ってない。これ自分で切れってことかな。塗布する用のボトルの、スプレーのヘッドも入ってました。こんな感じです。パッケージはこんな感じです。ということで、このセラミックコーティングをまあちょっとやってみたいと思ってるんですけど、いきなりスープラのホイールに適用するのは勇気がいるんで、今日はちょっと家にあるもので練習していこうと
思います。あ、すいません、これ説明するって後で説明するって言ってこれ説明するの忘れてました。もう一個このセットに入ってるのがこのなんか これ UV ライトっていうんですかね、あの UV ライトで、まあ、一応このアダムシリーズのセラミックコーティングの売りはなんか UV ライトでこれでブルーのライトをこう照射する、LED のなんか懐中電灯みたいなやつが付属されてるんですけど、このセラミックコートの売りはなんかどうもこのブルーライトに反応して青く光る、まあ、塗料が入っていて、塗った時にこのライトを照らして表面を見るとあの塗り残しが分かりやすいっていう、あの綺麗に塗れてるかどうかが、ライトで確実に確認できるっていうのがまあ一つ売りになってて、それはあの Amazon の概要欄見ててもすごい良さそうだなと思って買ったんですけど、そのためのライトも付属で入っておりました。ということで、これで一式全部紹介したんで、ちょっとまずはじゃあちょっと、これティッシュボックスなんですけど、これに適用してみようと思います。じゃあちょっと早速紹介したんですけど、でも実はこれもうコーティング済みなんですよね。これは昨日の夜に、試しにコーティングしてて、で、一応下地とかいろいろなんか綺麗にやってやるっていう、まあ正しいやり方をあえてしないで、もう結構これ表面が汚くなってるところ、よく見るとそんなに綺麗にはなってないんですけど、ある意味もういきなりセラミックコートのあのボトルをポンポンって垂らして、で普通にティッシュで拭いて、コーティングしたのがこれです。だから素人がすごい雑にやった時にどのくらいの、効果になるのかとか、あの表面に変ななんかダマみたいに、なんか前さんに話してた時もセラミックコートって失敗するとあのマニキュアを塗る、マニキュアを変に塗ってダマになっちゃうみたいな効果が出るんじゃないかって話をしてたんで、それがどのくらいこうめっちゃ雑にやった時にどのくらいそれが目立つかっていうのを実験したかったんで、これあえて適当にやってみたバージョンですね。でこれ昨日の夜やって、実は一応一晩で効果が出るらしいんですけど、これね、朝起きて試してみたらめっちゃすごいことに気づきました。これちょっと水かけますが、この表面トップだけやったんですけど、ダーン、見てください、これこの効果、これやばくないですか。テレビショッピング並みのこの効果です。これ裏面セラミックコートしてないんですけど、まあもともとプラスチックで撥水性はいいんですけど、これも完璧なんですけど、裏面をやるとこんな感じで水がやっぱりこう吐けないんですよ。で仮にこうやってもやっぱりこう残るんですよね。でもこのコーティングした側は本当に水滴が完全に綺麗に弾くんで全然違うんですよ。こっちはやっぱりあの撥水性よく見えてもやっぱこう水が残るんですよね、こう線になって。だからめちゃくちゃ効果あるし、しかも表面もすごい全然綺麗で、この状態で塗ってもむしろいいんじゃないかっていう。なんかもう家のあらゆるものにセラミックコートしたい気分になってるぐらいの勢いで、なんかいい感じなんで。じゃあちょっと今スプレーの、ヘッド取り付けたんで、これでまずサーフェイスプレップっていう、サーフェイスプリパレーションだと思うんですけど、これを使ってここを綺麗にしていこうと思います。でも布も、付属のやつはやっぱ、本番に取っておきたいんで、あえて、こういうなんか、雑なものを使っても、どのくらいの性能が出るかが評価したいんで、ちょっと一旦これでいきます。やり方としては単純にこれを、多分、シュッシュッ、一回二回吹きつけて、掃除するだけ。一旦これで。あ、このクリーニングもすごい。あ、水垢が、めっちゃ綺麗に取れました。こんなスッとやっただけで。ていうかこれほんと家のやつ全部セラミックコーティングしていきたいですね。下地のクリーナーめちゃくちゃすごいですね。さっと一吹きで水垢完全に取れました。これだけでも全然いいですけど、まあ、これをセラミックコーティングするとこの状態が長持ちするってことだと思うんで、じゃあちょっとこれにセラミックコートしてみようと思います。で、まずは、このライトで照らしてみても、今何もコーティングしてないんで、ライトかけても、このハンドルの、この銀色の部分は、何も色が
ついてないっていう、そういう状態になってると思うんですけど、これもなんか本当は専用のスポンジで綺麗にやるべきなんですが、あえてこの布で雑にやってみます。この感じで垂らして、これを本当にこうなんかハッチング、クロスハッチングパターンで塗りつけるって書いてありました。クロスハッチング、多分縦横にこうこう綺麗に貼り付けるんですけど、もうこれだけでいいのかな。ちょっと仕上げちゃいます。専用のあのスポンジでやっぱ塗布した方がいいのかもしれないですね。ここ今明らかにここはあのブルーライトで色が変わってますけど、意外と均一に、多分一旦虹色になるぐらいまでこの塗布したやつを乾燥させた後に伸ばしてまんべんなくやるんですけど、やっぱりこれだと拭き取れちゃうんで、なんか表面にあの定着しないんですよね。綺麗に拭き取っちゃう感じになっちゃうんで、やっぱさっきのスポンジみたいなので塗布した方が正解かもしれないですね。これ結構コイン取れちゃって、これだともうライトに今光らなくなっちゃったんで、ある程度あのコーティングが残るぐらいの感じで1回目は塗布して乾燥してきて、それをあの綺麗にまんべんなく多分やるんですね。やっぱ練習重要ですね。全然容量が分かりました。だからこういう少し液体が残るぐらいの感じで塗布した方が良さそうです。これ多分あこの辺とか色が変わってるんで、ここは今セラミックコートが乗った状態だと思うんですよね。これをできるだけまんべんなくやれるかどうかが肝な気がしますね。なんでちょっと一旦これで時間を置いてみます。さあでこれをこう拭き取っていくんですけど、でもちょっとここは素材的にあれかもしれないですね。拭き取っちゃうと結構ライト反応しなくなって、綺麗にちょっと表面の素材がもしかしたらあんまりこれ塗料乗れないのかな。なんか完全に綺麗にコーティングが取れちゃったような気もするんですけど、あーやっぱりちょっと練習、もうちょっと練習しないとダメかもしれないですね。まあちょっとでもかなりこう光沢感は出て、もしかしたらこれでも良いのかもしれないんで、ちょっと明日の朝、どのくらい水弾くか実験してみたいと思いますが、一旦こんな感じですかね。まあ、やるの自体は難しくないんですけど、あの、拭いちゃった後に、このブルーライトに反応しなくなってるんで、これが正しい状態なのかどうなのかがちょっとまだ、わかんない感じですね。昨日やったセラミックコーティングが、まあ、一晩経ってうまくできてるのかどうかをちょっと軽く検証したいと思いますが、まあ、パッと見た感じ相当綺麗な感じになってるんですけど、実際水をかけてみたときに、まあ形状的にこう落ちる形にはなってないんであれなんですけど、でもまあ明らかに水弾き良くなってる気がするんですよね。このダマになってて、でパッとやるとすごい綺麗に取れるんで、でもうティッシュとかでザッてやれば、これで相当綺麗になるんで、なんかうまくできてるような気もするんですけど、あとはこれで水垢がどのくらい残るかどうかがめっちゃ気になります。